いいコースでした。フォアボールです。ストライク見逃し。4点追いかけますジャイアンツの攻撃です。惜しいコースです。そうね、いうことをまあアドバイスしたんですがね。はい、セカンドフライです。高橋一塁はアウトです。取ればというような展開がね。バッターは山本浩二。山本浩二が構えます。ツーアウト。軸を組み立てながら考えて投げていくわけですがね。